今ね、どこにいるかっていうと、北海道の斜里町、斜里町にいて、その中でウトロというところにいます。ここから知床のね、世界遺産の知床、登録されている知床の、まあ、知床のね、あの拠点となるところです。でクルーズ船が今、まあ、見ていただいて出てますよね。ここら辺、世界遺産クルーズということで。で、自分は一応ね、明日、ゴジラ観光というところで予約をしました。大型船でもよかったんだけど、オーロラってところが大型船やってるってことなんで、まあ、大型船にしようかと思ったんだけど、まあ、ちょっとね、その大型船だと、まあ、岸壁に近づいた方が、まあ、臨場感あるかなと思ってね、まあ、揺れが多いんで、そっちの方が、あの、大型の方が酔いにくいってあるんでね、小型の方が揺れが多いということで、酔いやすいってあるんだけど、まあ、あえてちょっと写真を求めてね、写真を求めて、小型船にしました。だからあんまり酔いがすごい激しい人は、小型船の方がいいんじゃないかなと思うんだけど、だからまあ、大型船は大型船ならいいんだけどね。ただまあ、近くまで行きたいって人は小型船かなって感じはします。あと、船長の案内ということもあるということでね。その中でいいんじゃないかなって感じはします。だから、熊がよく出る時期に関しては、特にヒグマ見れる確率はやっぱ近く行けば見れるようになりますから、その意味ではいいんじゃないかなと思うんだけどね。完璧ということで、だから明日は、こうしました。で、これウトロということで、これがウトロにいます。ウトロ中心のあたりですね。このあたり結構溜まってます。で、自分が今溜まってるのは、知床の地の果てというところです。地の果てということで、今から向かうところです。なんかラーメンの声だな、ご飯屋とかね、よくある。で、そこのところにガソリンスタンドありますよね。あとは海鮮料理のお店とか旅館とかもあります。知床の海鮮が美味しいので、そこやってないのか。閉まってるのは閉まってますね。なんか結構ね、岩場があってすごく綺麗なんですよ。うん。で、今から向かうところということで、ここからは、あの、お店とかね、まあ、いろいろ建物がなくなってくる感じです。で、これから、あの、峠道もあって、そっちの行く途中なんかもあるんだけど、その中でまあ、これからね、こんな感じで行きます。まあすごいですよ。だから途中までしか道がないんですよ。これ知床岬のこの先端までは行けないんですよね。車では。なのでちょっと厳しいんですよね。だからもうすごいですよね。ここのところをクルーズ船でまあ遊覧していくわけだけど、まあすごく、すごいです。ということでちょっと今から行きます。まあ明日はね、だからクルーズ船ということで結婚ならないこと願ってます。大津を。次はまだ乗っております。飲み出してないです。で、これがね、海市ですね。まあこの辺りもちっちゃい旅館みたいなやつ、宿があるんだよね。あとなんかカニ屋っていうところもちょっと気になるんだけど。ですね。